先にこのまま半分ぐらい食べて、 その後こっちに移して出汁とネギと海苔とか入れて食べる、お茶漬けみたいにして食べると。なんか3種類の食べ方じゃなかったみたいな。そうそう、だからさっき合ってる。もう一口目食べてるから、これを入れてもいいの。あ、一口目食べて次はこれと一緒に食べて最後お茶漬けってこと。分かった、はい、すいません、どうぞ。日本人失格だわ、食べ方また。名古屋のね、食べ物だから。名古屋の食べ物、うん、そうなんだ。アオパンもあの名古屋出身の方で、名古屋で食べたことあるんだけど忘れた。うん、おいしい。おいしいですか。日本の味です。顔は出さないから。日本の味かな。どう、おいしいですか。久しぶりに食べたんじゃない。日本人の食べ物だわ。もう台北で一番おいしいと俺は思う。あ、そうなんだ。他も食べたことあるんだ。結構いろいろ回ったけど、ここが一番。ここはもうあの生きてるのをそのままそこでさばいて炭火焼き、備長炭焼きするから。なんかね、そのね、味わかんないんだけど、やっぱ日本産とか台湾産とかあるじゃん。違うの、はいはい。でも日本語版書いてないから。そうだね、日本のお客さんも知ってるだろうっていう多分手で、でここに出汁をかけて、出汁かけて、はい、できました。旨味が出汁と、うん、美味しい美味しい。なんかでも私ちゃんと食べたことないから日本と同じだったか分かんないな。すみません、非国民です。いえいえ、ありがとうございます。美味しい。はい、よ、もう入れた、入れたままでいい。マシ、よく入れた。オッケーオッケー、そのままでいい。ドラマイ、オッケーオッケー。みんな美味しいって喜んでくれました。マジで？ありがとうございます。マネージャーも、お、白でした。白ー、どうぞどうぞ。いただきます。見えないわ。お、お、青、青は何だろう。どうぞ。金ビアオ、金ビアオ、ケン、
白。え、来た。じゃあ俺回します。レッドポイント。ああ。はい、君が一番好きそうだ。ああ。まああるのね、一番みんなね。ハイザオ2。わかっ。食べれるんですか、一番。え？食べれます。食べれるけど、まあ、貴重な食べちゃうね。みんなパンを適当にしてもいいな。貴重だから。なかなか次が入んない。そうだよ。うな重だね。うわー、うまそうですね。はーい。これは家に帰って食べるやつ。違います。彼、大きいのがお父さん。こっちが母親かな。でも手前が母親かな。手前がママで奥がパパ。で、子供がこの岩の下にいる。ここに尻尾が見えてる。